今ねどこにいるかというと北海道の紋別にいます。紋別というのはね大体人口で 21,600 人ぐらいですね。かつては4万人超えてたんでその最盛期に比べたら半分ぐらいになってしまってるんです。まあそのちょっと多分ね昔はもっと人がいたんだなと思うとねあれなんだけど、この辺りが結構なんか飲み屋が多いところです。飲み屋街ね、夜になるともちろんあるけどちょっと今昼間しか来れなかったんで昼間なんだけど、まあ、空いてるとか空いてる、閉まってるか閉まってるかな感じがします。で今浜那須通りね1番街から来てます。 1,2,3 番街とあって、一応2番街が一番栄えてるんですね。3番の方行くとなんか店がほとんどない感じするんだけどね、まあ前昔あったのかな。で、いろいろあります。焼肉屋さん、居酒屋滝、スナック風鈴、ナチュラル、スナック無油っていうのかな、スナックシグナル、スナック M シグナル、なんかスナック多いですね。多分地元のね、あと漁師の人も多いですから、そういった人たちがお客さんとして来るんじゃないかなって感じがします。で浜田通り 2番街にちょっと行ってみます。ここら辺の方が2番街が一番店があるんだよね。で飲み屋も、飲み屋って普通の飲み屋ね、居酒屋みたいな結果あって、あと寿司屋もね多く行ったあったんだけど、で浜那須通りということは2番街です。これ居酒屋ジンベエ、美味しそうだね。スナックベティ、第二アイゼン、サラジル、これお酒屋さんか、飲み屋が多いですから酒屋もあるですね。でスナックこんな感じですね。まあ多分熟女がね出てくるんじゃないかなっていうね、あの大人のね熟女が、色気のある女性が来るんじゃないかなって感じがしますけど、スナックセスコとかすごいですね。なんかどんな人が出てくるのかなって思いましたけど、こんな感じです。これ見てください、これすごいね、閉まってるとか閉まってると思うんだけどね。なんでまあここが一応紋別での飲み屋街かなって感じがしますね。浜那須通り1番街、2番街、3番街とありましてという感じですね。3番街はもうほとんど何もないですね。この見ていただいてラーメン屋さんもある。